Kが手塩にかけた燻製、出来栄えはいかに。今回その評価が下される。燻製目視録 KK は熟成期間を経た燻製牡蠣のオイル漬けを携え、白いうんちの別荘に訪れていた。じゃあ皆さんこんばんは。数ある動画の中から私の動画を選んでいただき誠にありがとうございます。今日はですね、前回作ったこの牡蠣の燻製が食べ頃を迎えたので食べてみたいと思います。俺、うん、かしこまりました。早速フライパンで温めてもらおうかな。どれぐらい機器として働く白いうんち、至福の雑用、燻製を教えてくれた K に圧倒的感謝。心を込めてソテーソテーソテー。よし、これでいい。これはどんな酒にでも合う万能つまみになるぞ。パクリだろう。では、今から食べてみたいと思います。それ。まずは一口。至福。言葉も出ない圧倒的至福。桃源郷をさまようがごとく牡蠣を味わう。白いうんちはただ見ているだけ。至福の傍観。一口食った後は酒を流し込む。はずだったが残念。気を取り直し再び牡蠣。パクリ。そして偽らざる気持ちを言葉にする。飲み込めねえ。これはまずい。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 だが、これでいい。うん。はずがない。コーラがうまいっすね。次回、この失敗を生かし、燻製目視録 K、リベンジ編が始まる。お楽しみ。牡蠣はもうしません。え、やろうよ。ちなみに、この牡蠣の燻製が欲しいという方は、こちらまで。これはまずいですね。牡蠣の風味もなんか俺が思ってたのと違うね。参ったな。これは失敗ですね。これは牡蠣2キロ、締めて6000円パーですね。なお、K は某燻製動画の影響を非常に強く受けており、今回のレシピや工程はその燻製動画とほぼ同じであるが、それにもかかわらず失敗してしまったことはいささか問題がある。その燻製動画のレシピ通りに作るとまずい燻製が出来上がるという誤解を与えてしまいかねないからだ。今回の失敗は K の腕の未熟さが原因であり、その燻製動画のレシピが間違っているわけではないということをここで強調しておきたい。まあそういうことだ。いつも暇そうな人間どもよ、安心して我が輩に魂を振るがよい。ははは。それでは燻製目視録 K、 これにて終了。最後までご覧いただきましてありがとうございました。